師匠小田さん、そうそう実況戻りましょうか。 ここシャッターパンパンっていきますよこれ。お、本当ですか。はい、まだ行かないです。あまだ行かないですね。はい、ちょこちょこ行くんですね。さあ、はい、あ後ろもタレント置いてますね。さあそのまま中央マーケットから4名進入、アブソルトできた。まずはスポン側はショックボルトが入ります。おショックボルト、ほぼ勝ち、バースを落としてリロード。ネオキングハンドガンに持ち替えますが、竹知恵がフレンジで進行、クローンを後ろからカバー。これかなりダメージ与えてますよ。3対3、さらに武器マーシャルも回収、これはラズに渡します。おボートハウスに3名、引き入れてある程度その近い距離で打ち合いたいっていうのがありますね。まだマーシャルの運用も気になるところです。あマーシャルさらに渡しましたね。クロー選手が持ってるのかな。ガラスワープなってきましたよ。足止め、ここからダークバー2つ入っています。車線はお互い通りづらいところ、リコンボルトで位置はバレている。まずはポエムがヘッドショット、竹城を落として、そのままウォーターハウス侵入していく。大分がダブルキル。ここは落ち着いて人数差を、火力差を A ロビーからメインに入っていこうというところ、2段構えのブラックバードイグニス。まずは1人、この2段を他のチームもやるところを見ますけど、やっぱ強いですよね。ダークバー、パラノイアが入ってパラノイアで返す、うん、ブラインドの間に一気に抜けていきます。アブソルトリフター、すでに2名が A サイトに侵入しています。うわ設置まで持っていける。さらに2名広がっています。アフターショック、ダメージ入ったか、少しだけですかね。ラフター車に侵入成功です。キャットウォーク守れません。 ネオキングがヘッドショットラズを抑えました。ワイン前のクロー、今のなんか破壊されたのか、速攻でキャンセルしましたね。あキャンセルですかね。スリオン5、イグニスは5名です。前目で抑えたい。テールウィンド、いやいいヘイトの取り方。後ろ高速が続いていますが、バースレイター、レイター、キルがつないで、オイタンポエムとキルがつなぎます。ワンオーツ残ったらポポ勝ち。会場に向けて、おお重なったところ、ヒヤッとしました。クロー選手が2人抜いててもおかしくないというところでしょう。そうですね、はい、なんと A 側にしかいない、そんな情報からのハンターズキュウリ、アブソルトビターがクローが返しています。あーはー、ここで返していく。ポポ勝ちもハンターズキュウリで相手を足止めします。ナノスワーム、オイタンバースを仕留めています。5対4、 A サイトに侵入したアブソルトジプターはそのまま設置、ラフター下の設置です。バイクを設置、ショックボルトダメージはありません、うん、また同じ設置位置ですね。オールドローン、情報を奪いに行ったのはブラックバラムニグリス。各方面から抑え込もうというところ、 A メインはアブソリュートジピターが取れていますが、ここでロックダウンです。ラスのロックダウン、ポポガチポエム、キルをつないで2-4、かかってます。会場を鳴らしていますがどうだ。プレイヤーは0人、高速は0人です。いやすごい、いやすごい車線が通る、5つの車線、チームエース解除成功です。なるほど、最後はネオキング。ここでリコンボルト、アブソリュートジュピターとしては1本とりあえず取るために何か流れを変えたい。これ今ここは気づいてももう1人の存在に気づかないんですよね、うん、ここですね。はい、オーメンは見つかっていません。さあ4名でアブソリュートジュピター、中央フェイクのタレットがあります。本命は A というところではあるんですが、タレットナノスワーム、いやナノスワームが強くて入れない。ここで十分寄ってくる時間があるんですよね。ブラックバラムニグリス、もう囲まれています。アブソリュートジピター、じゃあ映った、カメ抜き、パラノイア、すごいネオキング、ここは落ち着いています。そしてディフェンダー側、ブラックバードイグニスのロックダウンで使いましたか。ここは破壊できないぞ。A サイト全てが包み込むこのロックダウン、逃げ道は1-4、いやもうこれバレますね、バレますね。残ったのはワイン前、ラズ選手1-4です。これ拘束されないっていう表示で逆にバレるんですよ。ちょっと不安でしたけど。そして B ロビー、 B メイン側も広く展開できているのはアブソルトジェプターです。これ OK ですね、全員生き残っているので、はい、アブソルトジェプターの方がもう有利です。さらにブラックバードイグニスのアルティメットはありません。さあスモークギリギリたかれる手前ですね。ポエムヘッドショット、レイターを抑えます。ただもう一人いることに気づくかどうかで、あー警戒してますね。フラッシュポイント、オペレター、いやーそこで見事なディスミス、クラシック
テールウィンドル避けて後ろから置いたのカバーヘッドショット竹城を抑えます。3対3。いやポポカチが取って3対2。分からなくなったぞ。ボーダーハウス位置は分かってるか。まずからラズが出てきます。2オン2取った、置いたん、ワンオーツー、さばいた、置いたん、ドリブルキル、さあ、そのまま解除に向かう姿が見えました。ハンターズキューリーを返すのはクロー、足止めしたいところ、そして大裏からは竹 J が来ています、A サイドを取り返しに入っていますが、3対3、ブラックバード入口、残りは2名、竹 J がツリーから回ってきますが、解除間に合いません、ワンオースリー。絶対絶命ブラックバードイグニス、羽をもぎ取った竹 J、 そのままヘッドショットクラシックでポポカチを落としてアブソルトの速度を持って頭を一個一個抜いていくっていうのをしかない、3回やるっていうルートしかないんですね。そうですね、あのもう神がかりルートですねこれさあそして追い込まれていくアブソルトジュピターです。さあファーストブラッドはレイター、ポポカチがそのレイターを倒して、そうです、ね、A にそのままブラックバードイグニスフラッシュポイントで入っていきます。少し味方にもフラッシュ入っていましたが、ラフターウェイスピード感のあるらしいですね。フォードライン、ラフター上からの取り返しを遅らせます。ツリーにショックボルト、オールドローン、ツリーから回ってきました。1名ポポカチの位置がつかまれています。おこれ全員ショートだで3名、いや4名か、アブソリュートジュピターとしては4名でツリーからの侵入、念のためタレットを置いてラフターに回ったのはラズ選手。いいフラッシュが入っている、お互い一時交換、いやバースがダブルキル、3対2。置いたもタレットに守られながらA メインからプレッシャーをかけていく、2オン2。ラフター下でもいやポエム、この打ち合い重要だぞ。ラズポエム交戦中、さあ1人さばいて1オン1、ラズが取っていく、取りましたね。クラッチキングだったか、そのまま解除、そのまま解除回収し、危ないと踏んだブラックバードイグニスはすぐさま B サイトへ。プロモーションどうぞ。うん、今どこを見に行きました、リバボーが飛びましたね。なるほど、安全にバックボード、はい飛びましたね。オイタンがダブルキル、オイタンが抑える。3人目2オン4、このラウンド一応あのアブストリートはエコラウンドなので、テールウィンドオールドのトリで違い、さあそのまま4人抜き、おエース、おーエース、オイタンのエース5人抜きですすみません全然気づかなかった。いやここからどうするか、あスローでショート、ちょっと詰め待ちをしながらも足に当たった、足に当たってからしっかりゴーソルさばき、ね、ネオキングは落ちます。4対5だ、これによって今 A ラッシュの可能性を危惧して、一瞬アブソリドジュピターの守りが少し B サイトから離れて A 寄りになったんですよね。ダーカはそうですね、 B サイトの中には入れていません、うん、ただクロータケジェが再び B に戻る、いやただ顔を出せない状況になりました。ナノスワームギリギリ当たってない、あーギリギリ当たってない、確かにでも動けない、裏前に出れません。 B サイトを占拠したのはブラックバルディングです。アブソリュートジュピターの取り返しとなります。4オン5、いやどうなるんでしょうねこれ。ただ斎藤まで押し込まれているのはブラックバードイグニスです。お互いのリゴンボルト、アビリティのタイミング慎重にやってますね。ハンターズキューリー、クローは避けていく、味方に当たらないようにジャンプしながら打ってます。全て避けてそのままスモークを抜いていきますが、ポエムを返すヘッドショット、そのまま前に出てポエムダブルキル、ポポカチもキルを取って、これどうだ、バースが1人返す、ワンオースリー、そのまま終わってしまった。この公式大会ファーストストライク、初代チャンピオンに輝くためには突破するしかない。レイタ竹地つなぎます、これでかいですね。 B サイトを占拠、しかしロング側にはいやいや後打ちだったけど、ポポカチ抜いてそのままテレポート入りましたね、テレポートしました、これは入ってしまったっていう感じですかね。後続の車線が怖かったかもしれませんが、味方と合流です。あとは時間がそれほどありません、その中での3オン4。ただネオキング、クローカバーしました、試合強くね、さあクローがカバー、2対3、リパーブロー2オン2、分からないぞ状況、だいぶ時間がなくなってきたので時間を稼ぎたいのはエルボーのクロー、窓のラズも同様です。これはもう
そうですね、ハーフまで解除はできましたが、もう間に合いません。クロウがダブルキル、アタッカー側アブソリュートヒーター1本を取得しました。進めてはいたんですが、さあラウンドは2対1。おピンポイントでリパブロの位置潰しにいった。ポエムも少し抜かれています。早いな。体力は51、1名少ないブラックバードイグニス。いや出会い頭そこにいるスパイカメラ、なんとか追跡だったそれでも倒すちょっとすごいファイトでしたけど、今驚きの打ち合いでした、ね、ここもすごいですね。ナノサーブ、お互い ドキッとしましたよね今の遭遇。そうですね。さあそのまま解除に入ります。ハンターズフューリー、これは防げない。もう一夜、ラズ選手も詰めてくる、バースも詰める。アブソリュートジュピターが徐々に自分たちの流れ、テンポ感を掴んでいきます。ラウンドは2本目、2対2となります。そしてそのまま A サイト、アブソリュートジュピターは設置完了です。おそらくこのまま逃げ切りたいところですが、最悪の最悪はロックダウンも置いています。かなりシャワー側もそうですし、ショートも深くまで、引くことに成功しているのがアブソリュートジュピターです。取り返しは難しいか。ランプ中、バース、フラッシュ、前が見えない、フラッシュ返していく。おお、すごいやつ、ランプを全力で取りに行ってますね。カーブボームをしっかり刺さったのかな。さあここは引いていく判断、それを追いかけていくのがアブソルトジュピター。逃がしません。ポポカチ引いてオペレーター、ふたりさまくんワンショットダブルキル。さあワンオースリー、ここはアブソルト、おお本命、おお本命大きい、またかよ、ワンショットダブルキル。さらにショットを止めて、あとは時間稼ぎするだけです。7ソム、いやーやらない、右を打ちたかった思いもあるでしょう。これ目の前には7サーブ B ですよ。残り10秒、9秒切っている。おお、タケジェトリブルゲル、テイクジェイが見せます。テレポタ逃がしません。ワンオンワン、スパイク設置は間に合っています。クロー VS リパブロ、いや深いぞこのワンオンワン。前に出るクロー、さあピークを細かく入れてきたリパブロ、ちゃんとピークするんですよ。左側上に寄ってるクロー、チョックボルト、リパブロ、ここで、いや今一瞬映ったかもな。うわ、展開したスモーク、あえてのオフアングルですよ。そうですね、手前に出させないような動きですがね。オキングファーストブラッド、クローを取ります。おリパブロも守る、強引に入っていたようにも見えましたけど、リパブロがダブルキル。ラズ選手がネオキングを仕留めて、なんとか A サイトにも侵入はしていますが、人数下がります。使う、いやでもここでロックダウンも使った、使いますか。ただあの位置はショートから普通に壊されますね。そうですね、ショートの小部屋の部分ですかね。ああこちらですか、ランプ前ですね。はい、さあ時間はゆっくりあるということで、ここは破壊はいかず、さあそのしかし前ラスダブルキル、アラムボット展開、人数差不利な時には前に出ろ、教科書通り。バース返してワンオーツー、覆したぞ。ロックダウンがあるからこそ相手の位置を捉えて、そこを正確に打ち合いで倒していくというプレーですね。いやこれもう間に合わないですね。ポポ勝ちとしてはいかない判断か。ワンオーワン、これは心苦しいところではあるが、テレポーターで戻ってくる、いらっしゃい。さあバースを借り切りはしましたが、アタッカーからのカバーを送らせます。スポーン側ですね、リバプロそのまま壁抜き、オールドの展開。さあスモークが晴れる中、ポポガチがリコンボルトかな、ショックボルトですね。うん、視界が悪い、インセンディアリー、クラウドバースト、クラウドバースト、2つで車線を切って、ナノスワームが痛い、テールウィンドで後ろを引く、その間にリーダーがポポカチを倒しています。3対4、だいぶ時間稼ぎできてますね。ナノスワームだけでかなりの時間稼ぎできてます。いや強力です、王道の戦い方ですね。スモーク越し完璧なタイミング、竹地、もう M が竹地をさばきます。さあ引いたところ逃がしません。レイタがしっかりとポエムを落として、アブソリュートジュピターがラウンド7残っているので、これ挟まれるかとかダッチではないんですね。そうですね、
あー、レイタ選手シフトしようとした大分を仕留めました。 B のウィンドウです。バースがダカバー、パラノイアを温存しています。ボルトライン、カーボール、ランプへ少しピークしたクロー。だいぶブラックバルイグニス時間使ってますね。前に出るポエム、カバーした竹地、竹地ダブルキル。アタッカー側、アブソリュートジュピターがラウンド8本目。8対4で前半終、タレットとともに左側に隠れています。どのタイミングで出るかな、あのスワーム。時間稼ぎには十分ですね。銃先が見えたところ、いやー、テレポーターのフェイクも入れつつですね、アフターショックも避けていく。いや、これ強っ。まだ守り抜いている。ここでようやく倒されますが、その頃味方が到着。うん、追い込み重要ですね。そうですね、オペレーターを持った。やったー、レイダー選手外さない。詰めてきたネオキングを仕留めますが、そしてオービタルストライクで返していきたい。タケジェが倒れます。そうですね、飛んでるのは分かってましたからね。はい、テレポーターの出口から出させませんでした。それと同時にウィンドウに侵入していきます。プレッシャーを与えてから、これは引く判断になるか。オイタンは A のシャワーを取っています。少し迷っているようにも思います、ブラックバードイグニス。ここからロングとショート、そして狙うは B サイトの判断です。あと30秒、残り25秒来ています。時間が本当にないですね。これアフターショック、いやー、タイミング噛み合わなかった。分かってはいたと思うんですが、さすがカバーしたのは置いた。3対3、時間は13秒、あと10秒、設置が間に合った。これはラズとしては辛いところ。状況はきついですね。また1対1ならばというところなんですが、体力ギリギリ2名残っています。いやー、かなりきついですよこれ。手前にいた、逃げられないぞ。ハンターズキュウリ、避けてガーデンを制圧。いや、なんかありそうな気がしてきた。ワンオンツー、一人さばいて1対1。足音を立てずにスイキング、お見事。リーパープロヘッドショットでラズを抑える。ランプ前、アフターショック、ランプ中にフラッシュを入れていきますが、ハンターズキュウリ、クロウが止めていく。さらにランイットバック、タケジェバースがネオキングを仕留めます。いやー、人数あるぞ。あと30秒、3対5、体力も削られている。バースがリパブロを仕留めて、オイタン返す、体力がない。さあ、あと1マップとしたこのブラックバードイグニス、やはりアブソリュートジュピターは強かった。メールボックスを通過して B の上を取っています。 B タワー上、敵の姿はありません。一つ一つ索敵していきますが、情報がない。ガレージ側とうまく息を合わせて B を挟みたいところ。降りたのはバレている。おお、しっかり見てますね。クロウスクリーン越しからクロウがネオキングを抑える。正面ではバースがダブルキル、ポエムがカーバーしてタケジェ、クロウキルがつなぎ、アブソリュートジュピターがラウンド2本目。2対3、打ち合いだけで決着つけちゃいましたね。ブラックバードイグニスの進行を許しませんでした。リプレイですね。まあ、これ本当にタワー上もそうですし、この正面ガレージ側もしっかり止めたなという印象ですね。力技ですねこれ、ここはあっさりとラウンド2本目を取得したのはアブソリュートジュピターです。はい、なんでしょう、スプリットって、まあ、もちろん我々のノラとは全く違いますけど、攻め側でこうなんか取れるときポンポンポンって取れるんですけど、急に攻めなんか急にラウンドが取れなくなったときから急に取れなくなりません？電子できません？なんかできなくなりません？なんか言葉が変ですけど、はい、分かる。ちょっと疲れが来てるかもしれない。まあ分かる、それすごいなんかね、なんか取れないときになんか取れないんだよね。なんか取れない、なんか取れないんだよね。さあ、ここもですが、結果 3-on-3 ニューラルセフト、バイパーズピットも発動中です。
バイパースピードこれどこで発動しました？もう切れましたが、あ、いや、まだ動いてますね。それを返すラズのロックダウン、すごいですね、この独特しいドームと、とんでもないゲームになってきましたね透明のこのサイバー的なドームと、さあその隙間から戦っているこの2名、クロウがポポカチを落とします。ワンオンスリー、ここだ、うん、大回りして B 行ってますね。これはもう行かせても、まあ、設置させてもいいという判断。そうですね、ただもうワンオンスリーですから、アブソリュートジュピターとしてはほぼ負けないという判断だと思います。バイクを設置、ここは味方と息を合わせて3名しっかりと一定の距離を保ちながら多分詰めていきますね。あのまとまりすぎると一気に抜かれる可能性あるので、多少のソーシャルディスタンスを保ったままこう取りに行くと、これが一番いい取り方ですね。いや、セントリー、そして裏のアラームボット、甘えがありません。そしてブラストパック飛んで、ヘイトをもらい、クロー選手がしっかりと挟んでいきました。見事ですね。さあここでアブソリュートジェピターがラウンド3。いやー、お、見えない。しっかり切っていきましたが、そこから裏からショーストッパー、届くか、うん、当たらない。あと30秒、プレードストーム、タケジェ抑えた、弁当を抑えたバース。これ誰も上に上がれていないので、はい、かなり状況はアブソリュートジェピターいい形ですね。スネークバイト、ロング進行できません。5対4、ある程度相手の位置も分かっているか、まだ進めない。クラウドバースト、パラノイアからのブレードストーム、さらに2人目いきません、うん、ポポカチがダブルキル、おいたん息を潜めている、ヘッドショット1オーツ、ただ体力がないので会場音が聞こえて、さあ負けない。さあバースヘッドショット、おいたんを抑えます。これワンチャンスありましたね、バースも体力なかった。クラウドバースト、パラノイアからのブレードストーム、さらに2人目いきません、うん、ポポカチがダブルキル、おいたん息を潜めている、ヘッドショット1オーツ、ただ体力がないので会場音が聞こえて、さあ負けない。さあバースヘッドショット、おいたんを抑えます。これワンチャンスありましたね、バースも体力なかったのでちょっと、そうですね、体力6、先に A タワーを取るか、後続を見ています。1人残った。さあこれでお互い A のまだメインにいることは分かっていますが、ロング当社は置いたん、ヘッドショットを竹地を落とします。いや、少し動き変えましたね、リバブロが一人残ることによって、はい、挟み込めてますね、できる。いや、置いたんダブルキル、バースがかばしたところ、ネオキング、ここは抑えたいか、今スモーク使おうと思ったんですけど、ないですね、もう勝負取ったらバース、こういうところはここを取れたのは大きい。おお、さらにバース押し込んでいく、うん、ただ体力が、これが戦車、体力なら今回も表設置なので、はい、これ以上進めないか、うん、飛び出してきたポエム、バースを落としてラウンド4、 B、 そうだ、 B タワーですね、 B タワーを、ここですか、パラノイア打たせてからやり方変える、はい、おー、ネオキング強気にいった、どうだ、パラノイア上からのカバー間に合うか、クロウがポエム落として、下からはネオキング、進まないといけないノックバック、それでもポポカチのカバー、本当にスペクターうまいな。タケジェ、レイタともにヘッドショット、オイタンがレイタを落とします。2オン2、前半ラストラウンド、どちらも必要なこの1ラウンドです。ブラックバードイグニスが中央から少しどう攻めるかルートを考えていますが、後ろ、ここでラズ1オー2、こうなるとオイタンは A の選択、トラップは山設置、アラームボットに引っかかり、そのまま設置、タレットが痛い、タレットが痛い、タレットが痛いですね、あっという間の38、そしてダメ押しのロックダウン、いやー、これ難しいですね、どこにいるべきか、ロックダウンの中どう戦う、体力はいい、そのままラズのタレットの意識、これはどうしようもない、どうしようもないですね、逃げようとしたらタレット、はい、でロックダウン、上からは何を感じた、完璧なタイミング、後続が来れない、ただ先頭竹地、ここがチャンス、ネオキング
ただ時間稼ぎはされましたね。残りは12秒というところで設置完了。いやでも冷静だ。4対4。この辺りの判断はもうアブソリュートジュピター最速だろうな。ナノスワーム破壊、アフターショック、壁を抜いて、壁を抜いてネオキング2人目。さあ見てないよ、テイロイドレイキに入っていく。ネオキング3人抜き、上からはレイタ選手ダブルキル2オン2、解除に入っているところ、バースが出てくる。戦車ダブルキル、うまいですね。アブソリュートジプターです。人数差ブラックバードイグニスの方が有利、スロープを取れればというところ。武器差はありますが、オイタンが竹じゃ落とします。オイタン、オイタン強いな。オイタン、さあ2オン5、ここだ。オイタン1オン5、ポポガチが最後ヘッドショットでレイターを落とします。まあ設置できましたからね、はい、でも全滅するか。そうですね、武器も回収、うん、せっかく出したバイパーズピットが土に帰りますよ。そうですね、バイクを設置。レイタが最終的には時間をかければかけるほど裏取りという形で機能しますね。ブラックバードイングニス急ぎたいところ、相手は中4名だ。まあでも裏から来てるのは今回初めてです。わからない、そんな思い。後ろからはレイター、これ気づきましたね。さらにフォートラインショーストッパー、真下へのクロー、うん、素晴らしい。レイターがトリプルキルです。残ったのはオイタン選手1オン5、見事なショートピークではありましたが、はい、はい、2人目バース選手が飛び出して、オイタン選手を仕留め10対8。ファイトはメールボックスへ。トラップは仕掛けてない。あ、あるんですね、ワイヤー切って。ここでほぼほぼ鋭角だと報告入っています。うん、ブラックバードイングニスが A に集まります。あ、ただアブソリュートジェプターもスロープで少し、あと30秒、少し止まっています。テンポをずらしました。ただ時間がない。見えてたよ。おー、バースがそのまま設置。後続のラズはしっかりとオイタンが落とします。人数有利ではありますけど、場合によってはローリングサンダー切るかも。どうする？いや、またレイター裏取ってる。使いますか？使ってきた。さあサイトへ2名に入っています。ローリングサンダー取ってない。あ、ポポガチ対策した。あ、ポポガチ、ネオキング、リパブロとキルを取って1オン3。タケジェイの位置は使いましたね、うん、ポエム選手見事です。そのまま解除、ね、リパブロはやられましたけども対応しましたね。はい、今回は近い位置で対応できているので B でロックダウン、 A が本命、ここだ。オイタンがラプターまで降りるか、分かってんのか。その分かってますね。ピンポイントですね。スパイクを再び拾って、どうせそこに設置するんだろうという読みが完璧に余っていました。設置は完了。フォールドライン、ラズ選手が裏を取っているが、ポポカチがしっかりロック。ヘッドショット、ラズを抑えます。5対3。いやー、ポポガチダブルキル、真下リパブロをカバー、クロー、キルを取って1オン3、ピークを続けるが、そこにはオイタンのヘッドショットが、弾道が待ち構えていました。そのまま解除に向かい、ブラックバードイグニス、いやー、相手が入ってきたらそれを取り返しに行くという形ですね。ダカバー、レイタもフォールトラインを構えています。ショーストッパーを引いたクロー、オイタン見てる。オイタンスロープを抑えて、クローがショーストッパー、それをテールメントで避けていく。ポポガチ、レイタ、クロー、キルは3対3。もう2オン2ラモスワーム、クラウドバースト、時間がない。時間使いすぎましたね。なるほど、1オン2、これは苦しかったが、リパブロ爆破に巻き、さあネオキング、ここ見せれるかですよ。やはり王にふさわしいか、ファーストブラッドネオキング、うん、返したバース、4対4、1-1。十分に B サイト守れる陣形を取れています。絶好調、絶好調のポポガチ、リロード、弾がない。スティンガー、スティンガー答えてくれ、バースを倒さなきゃいけない。2オン3、リパブロがまだいた、リパブロがまだいた、時間を稼ぐ。1オン1、クローバーサス、オイタンです。バイクを設置、見えた、久しいな、オイタン
決めた、つないだ、つなぎました。ブラックサイトにフロムザシャドウズ、お互いの深い読み合いです。さあ設置して A 玉取れるか、タケジェイが守り抜く、ポポカチを落とす、4対4ブラックバードイグニス行くしかない。あジュピター、素晴らしい動き、後がない、広がっていきます。いやこの広がり方素晴らしい。 A メインも取れています。クリアリングを丁寧にしますね。やはり時間を使っていきます、こういうところは。ただ時間を使いすぎると、そうですね、首が締まるのも自分たちですね。ますからね、完璧な配置、アブソリュート3、1、1交換、3対3。いやロングにまだラズもいるんですよ。2対3、イグニス届かないのか、これはやはり強かったが、アブソリュートジュピター、ナモスはアブダメ押し、かかってこい、タケジェヘッドショット。